なんと、平野耀さんが結婚式でシンデレラガールを流すことになったのです。ライブに行く夢一緒に叶えましょうね。ある日の午後、テレビをつけていると、世界行天ニュースの特別な瞬間が目の前に広がった。そこには、驚くべき出来事が待っていた。平野耀さんが、あの感動的なシンデレラガールをアカペラで歌い上げる場面が映し出された。その瞬間、心は何か特別なものに包まれたような感覚に駆られた。 私は、あの時の興奮が夢の中でさえも私を追いかけているように感じている。そして、今回、信じられないことが起こった。平野紫耀さんが結婚式で、シンデレラガールを流すという嬉しいニュースが飛び込んできたのだ。この喜びに、私の心はさらに高なった。世界同点ニュースでの平野紫耀さんのパフォーマンスは、私たち全員を驚かせた。その瞬間、 彼の歌声は私たちの心に響き渡り、感動と喜びが溢れた。しかし、当時の私には想像もできなかったことが、今や現実となろうとしているのだ。結婚式で、シンデレラガールを流すなんて、まさに夢のような出来事だ。その報告を受けて、私の心にはたくさんの感情が渦巻いている。驚き、喜び、そして何よりも幸せを感じている。 平野ノシさんがこの特別な瞬間を私たちと共有してくれることに心から感謝している。しかし、同時に私はある考えにもとらわれてしまった。それはファンの方がどう思うかという点だ。平野ノシさんが結婚式でシンデレラガールを流すという決断はファンの間で賛否両論を巻き起こす可能性がある。私たちが彼を愛する気持ちは変わらないだろうか 彼の歌声が私たちの心に届く場所が変わることに、私たちはどのように対応すべきなのか。そして、もう一つの疑問が湧いてくる。それは、平野潮さんがアカペラで歌うという展開自体が予期せぬものであったことだ。その時の彼の驚きと喜びが、私たち視聴者にも伝わったことだろう。しかし、彼が再び、シンデレラガールを歌う場面で同じような驚きを感じることができるだろうか。 結婚式という特別な場面で彼の歌声が私たちの心に新たな感動をもたらすことができるだろうか。そしてもう一つの疑問が私の心をかき乱す。それは平野紫陽さんが結婚式でシンデレラガールを歌うことによって彼のファンとして私たちが感じる喜びや感動が変わるのだろうか。彼の歌声が私たちの心に届く場所が変わることによって私たちは彼に対する感情や思い入れが変わるのだろうか。 しかし、私はその疑問を抱えながらも、平野紫洋さんと彼の新しい伴侶に心からの祝福を送りたい。彼らの新しい旅路が幸せと喜びに満ちたものであることを願ってやまない。結婚式当日が楽しみで仕方がない。平野紫洋さんがシンデレラガールを歌う瞬間に立ち会えることが、私にとってどれほど特別な体験になるか想像するだけでワクワクする。 最後に、私は平野潮さんと彼の伴侶に心からの祝福を送りたい。彼らの結婚式が素晴らしい思い出と幸せな日になることを願ってやまない。どうぞ、末永くお幸せに。それでは、皆様にも質問を投げかけたい。平野潮さんの結婚式でシンデレラガールを歌うことについて、どのような感想や期待をお持ちでしょうかまた、彼のファンとして。 彼の新しい旅路をどのように見守りたいと思いますかぜひ、あなたの考えや意見を共有してください。最後に、この素晴らしいニュースに関連して皆さんに質問を投げかけたいと思います。夢が叶う瞬間って、あなたの人生でいつありましたかその瞬間はどんな感情が湧き上がりましたかそして、平野志洋さんの結婚式を想像してみて、どんなシーンがあなたの心に残るでしょうか 結婚式のシンデレラガールをアカペラで歌う瞬間、きっと誰もが心の底から感動することでしょう。さあ、この素晴らしいニュースを一緒に祝福しましょう。平野紫陽さんとその相手に心からの幸せを送りましょう。